まあそれにしましても本当にこんなに連日猛暑日に北海道がなるなんてことはかつてなかったっていう、続きすぎじゃないですかね。暑いんで、あ、いいですね、もうかき氷食べてもう額痛いってこうキーンってね。ただ冷たいね、このかき氷ばっかり食べてるわけにもいかないですよ、ちゃんと主食もっていうことなんですけども、本当はまあ熱々で食べるものを冷やしてもこれまた美味しくいただけるというグルメ、中には非常に人気になっているものがあるそうです。じりじりと照りつける太陽、北海道にも本格的な夏がやってきました。そんな時恋しくなるのは冷たいものですが、夏に食べたい冷やし〇〇といえば、聞いてみました。冷やしラーメン、冷やし中華、冷やし中華、冷やしラーメン。やはり冷やしラーメン、冷やし中華が人気ですが、この流れを変えようと立ち上がった人物が。ラーメンは夏場になったら皆さん冷やし中華って食べるじゃないですか。でもあれにはないんです。だから冷たいあれを作りたいと思います。冷たいあれって何ですか？カレーです。カレー、冷たい、そうです。今日の特集は一度食べたらハマること間違いなし、暑い夏にぴったりの冷やし〇〇ご紹介します。冷やし〇〇始めました。まずは気になるこちらから。鶏肉と豚肉の旨味をぎゅっと凝縮させた濃厚なルーカレーや、道産の玉ねぎと生姜、ニンニク、人参などの野菜にリンゴやマンゴーなどの果物の甘みと旨味がたっぷり詰まったスパイシーなカレー。これは熱々ですもんね、これね。熱々です、はい。そしてスパイスに漬け込んだ鶏もも肉をホロホロになるまでじっくり煮込んだ無水カレー。ルーカレーから今話題のスパイスカレーまで様々な味を楽しめるのは、札幌市豊平区にある人気店エイトカリーです。こんにちは。すごい、入った瞬間にもスパイスの結構ガツンと香りがきますね。そうですか、 ありがとうございます。いい香り。こちらがオーナーの伊藤さん、満を持して冷たいあれを作り上げた人物です。ではちょっとその夏にぴったりのカレーをお願いします。かしこまりました。はい、ありがとうございます。さあ一体どんなカレーなんでしょうか。オープン。あれ、あれ、あ、え、お皿はあったかいですよ。あったかい、あれ、そうなんです。現れたのは湯気が上がる熱々のカレー、全く冷たくありません。湯気が見えてる。うん、これは温かいカレーですよね。すいません、温かいカレーです、はい。まずこちらを先に召し上がっていただこうと思いまして。はい、いただきます。お、結構パンチが、結構、あ、そんなにくる、スパイスがもうグッといきなり来ますね。いいな、暑い日にこそもうガツンと食べたいわっていう感じの。いい、はい、ありがとうございます。カレーはそうじゃない、美味しいんですけど、これではないんですもんね、夏にぴったりなものっていうのは。そうですね、はい、実はこの札幌スパイスカレーブラックチキンをベースにした冷たいカレーがございます。なるほど、はい。こちらがその冷やしカレー、札幌スパイスカレーブラックボムです。黒いスープに彩り鮮やかな具材が目を引きます。中央に盛り付けられたとろろ昆布の下には長芋に納豆、めかぶにたくあん、そして漬けマグロを混ぜ合わせたネバネバ系が隠れています。存在感を示しているのはなんとスモークサーモン。真ん中手前にはトウモロコシの天ぷらに塩とレモンで味付けしたカチュンバルというインド風のサラダが添えられています。お皿が冷たい。ご飯はどうなんだろう。あ、ご飯のお皿も冷えてます。オーダーいただいてからまず最初にご飯を持って、それをその冷凍ストッカーで冷やします。徹底してらっしゃるんですね。さ
さて気になるそのお味は。ご飯もルーも全部冷たいんですよね。そうなんです。うん、ご飯冷たい、うん、何ですかこのカレーは。すごい冷たいご飯にこの冷えたスープがすごい合います。これスパイスで口の中はちょっとじんわりと熱くはなるんですけど、飲み込んだら体はヒヤッとひんやり感、なんか不思議な感覚です。このスパイス感を出すためにスターアニス、八角ですね、そしてカルダモン、ブラックペッパーなどは潰さず丸ごと使っているんです。香りが立つまでスパイスを炒めたところに、カレーには欠かせない玉ねぎのみじん切りをたっぷり入れてさらに炒めます。これを40分ほど火にかけるとスパイシーな飴色玉ねぎの出来上がり。ここに鶏ガラスープのほかお醤油などを加えるとこのような黒っぽいスープになるんです。さらにこんがりと焼き上げた岩手県産の鶏肉をスープに入れておよそ1時間煮込みます。これを冷蔵庫で冷やし、固まった油分やローリエなどのスパイスを取り除きます。確かに冷やしますからね、油ない方がいいですよね。そうですね。冷たいカレーってまず世の中にあるのかな、ないならじゃあ作ってみようっていうのがきっかけですね。夏バテ気味だとかね、ちょっとやっぱ体疲れが溜まってるなとかっていう時にこれ食べて元気になってもらえたらなと思います。夏限定の冷やしカレーはテイクアウトも可能ですが、盛り付けが崩れてしまう場合がありますので、ご了承いただいた場合のみなど条件があります。お二人、冷やしカレーいかがですか？あくまでも冷めたやつではなくて、ちゃんと冷やして、でも本当にそのいわゆる熱々のカレーと同じような満足を得られるわけですか？そうなんですよ。本当にもうその冷やしカレーっていうメニュー、新しいメニューとしていただけるね。スパイスも本格的ですもんね、はい、これお風呂上がりに食べたいカレーですね。そうですね、さっぱり後味も。さあまだまだあります、はい、次も熱々のあれを冷やしちゃいました。冷やし〇〇始めました。続いてはこちら、全国でここでしか食べられないというしっとりねっとりとした焼き芋は札幌市白石区にある父さんの焼き芋で販売しています。代表のお父様が趣味で作っていた焼き芋の味を再現しました。こちらが代表の大島さん。実は薬師丸ひろこさんのモノマネをするモノマネ芸人ルミルミとしても活動されています。快感先に言っちゃった。福永さん、自慢の、はい、焼き芋こちらでございます。すごい蜜ですか、はい、これ、はい、とっても蜜が多いのが特徴なんですよね。すごい柔らかい、もう、うわー、たまらないこれ。ほでも、ね、熱々でもいいや。おいしい、みずみずしい、本当に。うわ、甘そう。で、蜜もたっぷりで、何よりも甘さがすごいです。茨城産の峰姫っていうブランドのお芋を焼き芋にしてるんです。峰姫、はい、で全国でもこの峰姫を扱っているのは当店だけなんです。峰姫は茨城県の干し芋屋さんが独自に栽培しているさつまいもで極上品と言われています。そのさつまいもを大島さんが特別に仕入れて焼き芋にしているんです。焼き芋っていうとどうしてもなんか冬の食べ物のイメージっていうのがあるじゃないですか。ね、夏でも美味しく食べていただけるようにということで、当店ではなんと焼き芋冷やしちゃいました。うわ、こういう形なんですね。ちょっと今爪楊枝でつついてみてもいいですか。はいはいはい、で凍らせてんだ完全に。あ、そうですよ。カチカチカチコチ、はい、あんなにホクホクで蜜、はい、たっぷりのしっとりの焼き芋を冷やしちゃっていいんですか？さら、うん、に冷やすことで甘みが増すんですよ。そういうもん。冷凍庫でカチカチに凍らせた冷やし焼き芋です。
の子凍ってるまま食べていいんですか。どんどん口の中の温度で溶けていってねっとり感もあるけどシャリシャリしていてっていうすごい不思議な食感、冷たいのにすごい甘みもあってアイスのような感覚で暑い日に食べたい冷やし焼き芋。この冷やし焼き芋には自由にトッピングもできるんです。黒蜜きな粉やオホーツクの塩ごま、シナモンに抹茶、グリーンコーヒー、カラメルの6種類です。冷やし焼き芋はお店での販売のほか真空パックもあるので地方への発送も可能です。また移動販売所での出張販売も行っていて、今度の土日には東区で開催されるつながりマルシェでの販売も予定しています。暑い夏にぴったりの冷やし焼き芋でした。夏に食べたい冷やし〇〇、実は大手食品メーカーでも展開しているんです。それがこちら、ハウス食品から夏限定で販売されている冷やしカレーうどんの素。今回はこの冷凍うどんを使って簡単に調理をしていきます。レンジで解凍した冷凍うどんを氷と水でしっかりと締めて、冷蔵庫で冷たくした冷やしうどんの素をかけます。あとはお好みでネギや夏らしくミニトマトなどをあしらって、あっという間に完成です。あっという間にできました。冷やしカレーうどんたっぷり絡めていただきます。不思議。うん、おお、カレーうどんだ。冷たいのにスパイスもガツンと一口目からくる。簡単に、しかも火を使わないでできる。これは本当にカレーうどんの革命だと思います。冷やして食べるものが弊社で他になかったので、レトルトカレーでは違った技術というか、はい、苦労しましたね。温度が低いとスパイスの風味が感じられにくいので、通常 のカレーパウダーの組み合わせだけじゃなくて、リンゴ酢の酸味を活用してまして、でスパイスの香り立ちを上げてます。続いてはこちら、冷やし麻婆丼です。麻婆まで。そうなんです。 SB 食品から発売されている香ばしうまいおかずラー油を使ったメーカー公認レシピです。絹ごし豆腐、ご飯、塩、鰹節、万能ネギを使います。作り方は、ボウルにおかずラー油を入れ、しっかりと水を切った上でよく冷やした絹ごし豆腐をスプーンですくいながら入れて混ぜます。ここに塩少々を加えて混ぜ、あとはもうご飯に盛り付けるだけ。混ぜるだけでいいんですね。そうなんです。火も使わないですし、最後に刻んだ万能ネギと鰹節をかければ完成です。うん、おお、おいしい。あったかい麻婆豆腐とまたちょっと違った感じ。これ夏だからこそ食べたくなる味です。本当に一切火を使わずに作ることができるので、暑い日でも調理が楽ですし、何より汗をかかずに作ることができます。これはおかずラー油様々です これ ね、カレーもスパイス食べたいけど、もう汗をかくのを覚悟しなきゃいけないんですけど、ね、これだったらその必要ないですね。あと、まあ作るのがそもそも大変だし ね、 そうですね。これこうやって火も使わずに、ね、できるんですよね。そうなんです。今までは熱々で食べて汗をだらだらかいていたものでも、一気に体がひんやりしていく、はい、もう新しい感覚でとても美味しかったです。まあ、冷たく食べても美味しいようにいろいろね試行錯誤して出来上がったというものですのでね、はい、まさに今食べたいっていう一品でしたよね。